今現金でおいくら持ってるんですか、はい、現金でですか、あこれに使えると、使える現金、その今まで投資した物件とか売却して、はい、それでまた投資してっていう話ではなくて、ではなくて今現金でいくら使えるの？800万ぐらいです。その800万がなぜ持ってないのかっていう話を多分聞かれてるんですよ、はい、ああそういうことですね。でここに自己資金800って書かれていたら、多分僕らからの投資金額って400で済むじゃないですか、はい、1200が希望額だとしたら、その理由を多分今聞かれてるんですよ、うん、まあ、もう800はもうあるものだと思ってますので、まあ、足す1200万で2000万っていうふうに私の中では思ってたっていうことは、この事業をやるためには2000万かかるんですか？そうですね、最終的にはもっとかかると思います。この850万円の取得費っていうのは借りるんですか、買うんですか？いや、買う予定です。なるほど、はい、じゃあ800万円お持ちなのに僕たちに1200万円出していきなり買うんですね。借りちゃダメですか？買う必要があります？そうですね、まあ私の中では借りるっていう考えがないです。はい、わかんないですよ。僕たちというか僕の受けた印象としては、ほら800万自分で持ってたんじゃんですね、うん、自分で出さないのって、いや実は2000万かかるし使う気でいましたからっていうふうに言うんですけど、いやなんかそう言われたから言っただけで、もともとここは1200万で書いてあるのになんでだろうみたいなっていう印象を受けるんです。実はかかんないんじゃないかみたいな、うん、疑いすぎですか？どう言えばいいんかな。まあ、社長いかがでしょうか。いやもう、この1200万以外にかかる、じゃ仮に800万かかるとして、その800万は何のお金ですか、はい、あこの800万、この1200万以外のここに書かれている必要資金以外で、まあ、はい、要するに2000万かかるっておっしゃってるわけじゃないですか、はい、自己資金も入れる予定でしたっていうことは、と、うん、いうことは、その残りの800万は何に使う予定だったんですか？仕入れたりとかもやっぱり今もしておったりしますので、まあ、そういう資金だったりとかもしますし、まあ、もう家の貯金とか全部合わせてっていう金額ですので。家の貯金、はい、ということは多分、まあ、僕も林社長と同じくらいしかないですから。どうですか、株持ち社長。この収支計画帳のぐらい利益が出るっていう自信は結構あります？まあ、はい、あります。であるんだったとしたら、はい、人に出してもらえばもらうほど、うん、取り分が少なくなるじゃないですか。初期費用、初期費用を人に出してもらえばもらうほどこの利益の取り分が少なくなっちゃうんですね、うん、でも本当はもしこんだけちゃんと儲かる自信があるんだったら、できるだけ自分の資金を多くして株主比率だったりとかを多くしたいって思うはずなんですよ、うん、なんで自己資金ゼロっていうのは あんまり儲かる自信ないのかなって思われちゃう可能性があるんですね、うんうん、なので自己資金ゼロのところを今すごい突っ込まれてるんですよ。でそしたら800っていうのが後からあるみたいな。でもその800、うんあるんだったらじゃあなんで最初に言わないのとか、そのなんか経営というかビジネスにおいて当たり前の質問にあんまりうまく答えられてないんで、今までのその2500万の売り上げの社長やってるっていうのがちょっと疑わしいぐらいの、ちょっと今質問に答えられてない状態なんですね。なんであんま話が成り立ってない状態なんですよ、うん、っていう。なんで、まあ、質問は特になくて普通にそこの、はい、オールアナセン新しい未来をつかみ取れ、キャッチザファンド。